ブランタス川はインドネシア東ジャワ州の河川。カリブランタス川と表記する文献もある。長さは 320km であり東ジャワ州、最長。流域面積は12000平方キロメートル。クルド山を取り囲むように流れており、マラン、トルンガ軍、クディリ、クルトソノ、プロッソ、モジョケルトを経て、スラバヤへと流れる。モジョケルトの東にはレンコンダムがあり、 ダムから先は、スラバヤ川、ポロン川に分かれて、マドラ海峡へと注いでいる。クディリからモジョケルトの間には蛇行する、旧稼働の痕跡があり、ィダス川まで続いている。また、主な支流には、レスチ川、プチ川、バダック川、ヌゴボウ川、コント川があり、レスチ川はスメル山、それ以外はクルド山から流れている。流域には、 クルド山とスメル山など火山が点在する。上流域の火山山麓を流れる支流の中には、寒気に流水が途絶えるものもある。上流には多目的ダム群が建設されており、ロドヨダム、ウリンギダム、スタミダム、スングルダムなどがある。東ジャワにおける水資源として、灌溉、水道水、工業用水、水力発電などに利用されている。 周辺では稲作を中心に農業が営まれており、国葬地帯となっている。ブランタス川流域での水田開発には長い歴史があり、12世紀にはすでにブランタス、川水系や地下水を利用した灌漑農業が行われていた。トルンガ郡地域はもともとは小宅地だったが、1970年代に排水事業が行われて水田として利用されるようになった。 一方、二十歳の開発は20世紀に急速に進められており、高地造成から土壌侵食が進む火山地域もある。上流域には火山があり、あるの山、アンジャスモノ山、カウイ山のように侵食器に入って解析が進んでいるものと、クルド山やスメル山のような活火山がある。また、火山にある谷は溶岩流トラハールで埋められ、 山独には三段の段丘が形成されており、狭い谷底平野では棚田を利用した稲作が行われている。平野部では熱帯カルスト地形の見られる石灰岩台地から中石平野へと流れる。クイデリからモジョケルトまでの間ではよく発達した自然堤防が見られ、ブランタス川の中華流は1970年までは天井側だった。明確な洗浄地はなく、 モジョケルトより、海側のデルタでは、低い自然堤防、広範湿地、ラグーンなどが見られる。1985年のブランタス川流域での排水トンネル事業以来日本は、ブランタス川流域での水資源管理計画を支援しており、ブランタス川は日本の国際協力における河川事業の代表例とされている。当時、 排水トンネルの工事などを担当した企業は日本公営。ブランタス川流域では日本円換算で2000億円を超える事業が行われ、その内約750億円は借款などによる日本からの資金提供だった。これにより、洪水の被害軽減240メガワット分の水力発電、灌溉施設の整備による米の単位収量増加と、それによる 食料自給率の改善などの成果が得られた。ありがとうございます。